レースが始まりました。ついにカリブが出たか。でもこの車では少し不利だぞ。だがここでスレッ発動。前輪かおまわりルートへ行ってます。変なところで運を使ってるな。お前も前に出るとスリップストリームを使われるぞ。こちらが不利なのは変わらない。ただここでスピンをして遮断するのに、そのおかげか知らんがより差がついた。お前かなりやり込んでるのに、まだその程度の知識なのかよ。やり直してこい。結局後続も追いついてきました。非常にピンチです。おそらくこの先のカーブで追いつかれるな。ステージ的に息はもう厳しそうだぞ。ただここでも後続がまさかの大連続。息はまだうちの手にありますよ。なんでそんなに運いいんだよ。すげえな。このままの位置を維持したままレース後半まで来ました。後続との距離が少し近いな。少しのミスで追いつかれそうだぞ。まあミスなんてしないから。やって今は散った。何やってんの。副将今ので追いつかれた。一部は渡さんからな。まだ相手は NSX。 こちらの部が悪いぜ。この先で連続で今のアップな。まだ無事だったのでジャンプ。この先でもジャンプして逃げ切りますよ。本当にできんのかそんなこと。できるかじゃない、できるんだよ。おっしゃー、本当にやりおるとは。でもよくやったな。レースが始まりました。今このステージかよ。もう嫌な予感しかしない。このステージってだけで。だってお前このステージで散々やらかしただろ。もう信用ならないわ。この点に関しては改善済みなのでご安心を。ほんとかな。全然信用ならないわ。こんだけ信用ねえんだよ。現在は先頭争いへ加入中。 NSX が遠回りに向かい行ってくれたので勝ち目が見えてきました。ここでまさかのお相手さんがクラッシュ。なんでそんな運いいの。やっぱりポケットの中に海運グッズをぎっちり詰め込んだおかげですね。そのグッズ取り上げたら意気消沈しそう。ここまで駅も独占してきました。しかし後続との距離はかなり縮まってるな。追い越されそうだぞ。ただここでショックウェーブ発動。そう簡単には追い越されたんですけど。速攻で突破されてるのはラン。しかしお相手はジャンプの加速に失敗している。まだ諦める時間じゃないですよ。とはいえ速度差でも前時点でも負けているぞ。どう打開するんだ。ここでなぜかお相手がドリフトしている。このまま追い越しますよ。長さはわずか。どうあがいても不利だぞこれ。いや諦めるな。信じろ、私を信じるんだ。相手はなぜか伸びていない。ここでも強運発動してやがる。ゴールが見えた。この勝負いただかせてもらうぜ。最終レースが始まりました。もう最終レースなのか。随分と早いな。スタート位置が完璧。すぐに先行争いへ加入しました。しかし負けじと後ろから NSX が対抗。厳しいレースになりそうだぞ。毎回思うけど NSX 多すぎだろ。そりゃ玄関強使用率トップだからな。さてここで3連ジャンプを決めれー。だけど上に乗れなかったわ。それをやるのはコーナリング性能のいいやつでやれ。お相手全員左側のルートにいますね。こちらの方がわずかに速いのでリードを取れることに期待。スピード差で負けていたがここで前に出れたな。こっちの方が少し有利だぞ。と思いきや結局決められた。依然接点の状況は変わらず。コーナーで差をつけられるか。そこが1位の飛び影になりそうだぞ。しかしコーナリングみんなうまくね。このままだと打開策も潰されてくるんだけど。勝ち目がなくなってて。依然前頭争いに加入したままレースは後半へ。ここまで接点続きなのが逆にすごくね。なんでやり合えてるのケーキ。ここで1位になった。ここもジャンプで倒しのね。ちょっとミスったんですけど。そのせいで追い越されたんですけど。マジで何やってんだお前。でもなんとか差はわずか。まだ終わってませんよ。レースは終盤を迎えようとしている。なんとか1位も脱出するんだ。ここでわずかに抜け出した。このまま逃げ切りますよ。終盤でも接点続くとは、なかなか珍しいな。そんなこと言ってる場合じゃねえ。また追い越してきた。この試合マジで気が抜けねえ。ゴールがもうすぐだぞ。なんとか打開するんだ。あと3度もう残された手段は1つしかない。ここのカーブを見たので突っ切るのに。マジで言ってんの。なんとか1位は保てている。絶対1位はうちのものだ。いやーなんとか逃げ切りました。本当に接戦でいい試合でした。かなりギリギリだったな。とても熱い試合だったぞ。さてさていかがだったでしょうか。前回も含めてこの車たちでも十分な強さが伝わったと思います。しかしこの動画で紹介されてる以上弱いってことは揺るがないから、そこは注意してくれ。さて皆さんまた次の動画でお会いしましょう。